ネオスキッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいいね。うわ、追いつかれるんだぜ。そこに隠れよう。見つかったんだぜ。うまく隠れたと思ったのにね。あの子たち、面白そうなゲームやってるじゃない。私もあの子たちにいろいろいたずらしてみたくなったわ。ネオスキッズ TV。 あなたたち、やっと来たわね。なんで学校に猫夫人がいるんだぜ。今からとっても面白いことを始めるわよ。面白いことって？それはなんと、なんと24時間学校生活よ。24時間も学校にいなきゃいけないのかだぜ。それじゃスタートよ。いきなり始まったね。めんどくさそうだからおいら帰るんだぜ。あ、そうそう、言い忘れてたけど、24時間経つまで学校から出られなくしてあるわよ。それはないんだぜ。ゲームくらい持ってきておけばよかったんだぜ。まあまあ、せっかくだし楽しもうよ。24時間も学校で何をすればいいんだぜ。じゃあ探検しに行こう。探検はめんどくさいんだぜ。行こうよ。学校に詳しくなったら女の子にモテモテだよ。おいら探検頑張るんだぜ。早速行くんだぜ。タコ何してるんだぜ。早く行こうだぜ。はいはい。犬ガンマン行くところ決まってるの？特に決まってないんだぜ。無計画かい。じゃあまずは理科室行ってみよう。オッケーだぜ。さてさて、楽しい時間の始まりね。理科室に来たはいいけど何するんだぜ。わかんない。タコも無計画なんだぜ。とりあえず探索しよう。うわ、びっくりしたんだぜ。どうしたの？女の子あったんだぜ。あ、骸骨だ。それにしてもびっくりしすぎだよ。動いたわけでもないのに。なんか少し動いた気がするんだぜ。またまたそんなこと言って。次は音楽室行ってみよう。分かったんだぜ。絶対動いた気がするんだぜ。あ、見て見て、大きい太鼓がある。叩いてみよう。タコうるさいんだぜ。いやー、びっくりしたね。鼓膜が破れるかと思ったんだぜ。ごめんごめん。ここは危険だから他の教室に行くんだぜ。もっと楽しみたかったのに。うわー、どうしたの？さっきの骸骨がここにあるんだぜ。なんでこんなところにあるんだぜ。もしかして歩いてきたのかも。それは笑い事じゃないんだぜ。不気味だからさっさと行くんだぜ。ここならゲームがいくらでもできそうなんだぜ。あれ？一つだけ電気がついてるね。どうせならこのパソコンで遊んでいくんだぜ。いいねいいね。ってあれ動かないね。あれはなんだぜ。なんだろう。あの骸骨は一体何なんだぜ。呪われた骸骨だったりして。そんなはずないんだぜ。タコたちもあの骸骨に呪われちゃったりして。もうこれ以上変なこと言うなだぜ。まあ一回教室戻ろうか。そうするんだぜ。あれ、あれって猫夫人じゃない？本当だぜ。何やってるんだろう。あの子たち、私が仕掛けたいたずらにまんまと引っかかってたわね。あの骸骨もうちょっと使えるかしらね。あの子たちの怖がるところもっと見てみたいわ。さっきまでの骸骨は猫夫人のせいだったんだぜ。タコもう怒った。仕返ししてやろうよ。タコ物騒なんだぜ。でもオイラもその案に賛成だぜ。
やられたままじゃ終わらないんだぜ。まずは教室に戻って作戦会議だ。おお、だぜ。どうやっていたずらを仕掛けるんだぜ。その前にお昼ご飯。腹が減っては戦はできぬだぜ。そうそう。ふう、お腹いっぱい。おいら、いいこと思いついたんだぜ。なになに？猫夫人のご飯にこの激辛ソースを入れるのはどうだぜ。お、いいねいいね。タコはあれやりたい。あれってなんだぜ。バナナの皮トラップ。それも面白そうなんだぜ。それじゃあ早速行くぞ。あそこから出てきた時に滑るように扉のところにバナナの皮置いておこう。こういうのってワクワクするんだぜ。さてさて、あの子たちの様子でも見に行こうかしらね。あー、早くあの子たちの驚く顔が見たいわ。何よ、もう痛いわね。これはバナナの皮ね。なんでこんなところにあるのかしら。まんまと引っかかったんだぜ。あなたたちの仕業だったのね。逃げろ。もう許さないわ。覚悟しなさい。いや、うまくいったね。盛大に転んでたんだぜ。そうだ、次のいたずらまで体育館でボール遊びでもしようよ。運動は疲れるから嫌なんだぜ。いいから行くよ。言ったわね、あの子たちのご飯にこれをかけておきましょう。いやー、楽しかった。オイラもう疲れてヘトヘトなんだぜ。よし、じゃあこの激辛ソースを猫夫人のご飯に入れちゃおう。タコはなんでそんなに元気なんだぜ。猫夫人はいないみたいだね。戻ってくる前にさっと入れるんだぜ。たっぷり入れてやるんだぜ。辛そう。おいら、こんなの食べたら絶対気絶するんだぜ。戻ってくる前に退散するんだぜ。おお。どんな反応してくれるのか楽しみなんだぜ。猫夫人もまさか激辛ソースが入ってるとは思わないだろうね。絶対思わないんだぜ。オイラたちもそろそろご飯にするんだぜ。だね。たくさん動いたからお腹ペコペコだよ。ペコペコだぜ。それじゃあいただきます。いただきますだぜ。いただきます。ふっはっ。明るい。オイラたちいつの間に寝て。あ、思い出したぜ。確かこれを食べたら辛すぎて気絶してたんだぜ。猫夫人もタコたちと同じことを考えてたんだね。あなたたち、なんだぜ。24時間達成よ。やったね。長い道のりだったんだぜ。オイラはもう帰るんだぜ。タコもタコもバイバイ。まだ口の中がヒリヒリするわね。みんなはこんないたずらしちゃダメよ。吹き出すほど笑ったことある？最近笑ってないんだぜ。あれって漫画の世界の話なのかな。確かに見たことないんだぜ。あらあら、そんなことないわよ。猫夫人はあるの？オイラはむしろ笑わせたいんだぜ。いいわね、こんなゲームはどうかしら。牛乳吹いたら負けだって。オイラの手にかかれば余裕なんだぜ。やってみようやってみよう。ガンガン吹き出させるぜ。ネオスキッズ TV 始めていくよ。胡椒があるんだぜ。なるほどなるほど、アイテムを使って吹き出させるんだ。次は扇風機なんだぜ。カツラだった。洗
先生かわいそうなんだぜ。あれ、帽子かぶせたら終わっちゃった。あれは多分トラップなんだぜ。使い方が違うっぽいぜ。友達がウルトラマンになった。この学校楽しそうなんだぜ。わあ、今回はパンチラだった。そういうパターンもあるんだぜ。メントス食べれなかったよ。牛乳あるから当たり前だぜ。合成とかもできるんだぜ。メントスコーラをくらえ。かわいいワンコが出てきた。あー、逃げちゃったよ。犬の好物は骨なんだぜ。へんてこなカップにしちゃった。次は野球してるんだぜ。持たせるのかな。ボール投げてきたんだぜ。直撃した。いいね。痛そうなんだぜ。なんか不審者出てきたんだけど、持たせるわけでもないのかな。お金に目がくらんだんだぜ。もう胡椒は効かないんだって。三角のやつは何なんだぜ。合成するのかな。隣に行くボタンだったんだぜ。めっちゃすっきりした。いいねいいね。ガスマスクと釣り竿か。魚が手に入ったんだぜ。炭の煙をくらえ。めっちゃスムーズだったんだぜ。ロッカーにいろいろ入りすぎ。手強くなってきたんだぜ。窓の掃除じゃなかった。吹き出した牛乳っぽいぜ。臭そうな雑巾になった。友達が倒れたんだぜ。雑巾をあいつにやるのか。やっぱりそういうことだった。楽しかった。またやろう。人を笑わせるのは楽しいぜ。やっぱしバッチし決まったぜ。はっきり言って面白いね。ネオスキッズ TV。 謎解きが面白かったんだぜ。何回も吹いてたね。牛乳臭くなりそうなんだぜ。吹くくらい面白かったんだよ。いっぱい笑わせたかしら。かわいそうなくらい笑わせたよ。痛みとかもあったんだぜ。やっていて楽しそうだったでしょ。吹き出すぐらい面白いことをたくさんしてらっしゃい。友達にやってこようっと。今日遊んだのはこれだよ。牛乳吹いたら負け。小学校って楽しいよね。友達もたくさんいるんだぜ。たまに行きたくなくなるけど。そんな日もあるんだぜ。二人とも小学校好きね。普通に好きだよ。普通にってなんだぜ。小学生は特殊な生き物なの。すごい、ノートみたい。小学生のゲームなんだぜ。あるあるを見つけるんだって。楽しそうなんだぜ。早速スタート。ネオスキッズ TV。絵から答えを探すんだぜ。なるほどなるほど。給食袋を蹴ってるのか。お
それは集団下校なんだぜ。みんなで帰ることあるよね。傘裏返すのオイラもやるんだぜ。ママに怒られちゃうよ。あれ、もう少し頑張りましょう。だって鼻水ソムリエなんだぜ。吸ってる子が正解だったか。シュワッチはウルトラマンだぜ。見つけるのが大変だったよ。次のヒントはダルンダルンなんだぜ。帽子の紐だ。一人二人って何なんだぜ。なんだろう。きっと飛んでるやつなんだぜ。飛び箱だったよ。椅子グラグラするのタウコも好き。結構危ないんだぜ。己との戦いだって。戦ってる人ってことなんだぜ。この子だ。謎の訓練すぎるぜ。消しガス合戦なんだぜ。右下にやってる人いた。タコいい感じで当ててるぜ。次は大惨事なんだぜ。これは確かに大惨事だね。これはかわいそうなんだぜ。1年生はカバーつけてるよね。トントンピって何？全然わかんないんだぜ。ほっぺのやつだったか。これはじゃんけんって書いてあるんだぜ。カン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 。闇の取引なんだぜ。プリンは闇の取引だわ。手を汚したくないらしいぜ。ゆでパンは手で食べた方がうまいぜ。次は多分寝てる子なんだぜ。寝てる子発見。これも簡単。表彰されるのは嬉しいんだぜ。まだいっぱい問題あるね。また今度やろうなんだぜ。やっぱしバッチし決まったぜ。はっきり言って面白いね。ネオスキッズ TV。 なかなか面白いゲームだったぜ。見つけるのが大変だったよ。小学生って不思議なんだぜ。でも楽しそうだよね。小学生あるあるはどうだった？面白かった。あるあるはすごいんだぜ。小学校は楽しいのよ。失敗のあるあるも思い出になるの。みんなもたくさんの経験をしてね。誰に話してるの？今日遊んだのはこれだよ。発見、小学生あるある。ネオスキッズ TV。ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいいね。